本日は旅と新ニーサ、新ニーサをとにかく始めようというテーマでお送りします。本日はラジオ形式となっておりますので音声でお楽しみください。で、ですね、今からお話しするんですけれども、投資判断はですね、皆様でされてくださいね。よろしくお願いいたします。で、今年はですね、何と言いましてもビッグニュース、新ニーサ元年ということで、もうこれが一番エキサイティングな事件なんでございますけれども、で、こちらね、前のニーサね、やって、私はやってなかったんですよ、ぶっちゃけね。で、これなんでかっていう、理由なんですけれども、少額、そもそも少額だったということもありますけども、一番はですね、損益通算ができないっていうことが結構大きくて、そうね、損することを前提にね、投資しちゃダメなんだけど、今まであんまりいい経験がなくてですね、あんまりその、積極的にそれをやりたいと思わなかったんだけど、今回はさすがにですね、金額も大きくなって、20% の税金も取らないっていうことね、政府というか国がね、20% も取りすぎだと思いますけども、前は 10% だったんで、そういうのもね、やめるっていうことなんで、これはもうやるしかないでしょうということで、もう参戦でございますね。でね、旅と新ニーサ、何が一体関係あるんだよっていうことなんですけれども、これはね、大きく関係がございます。で、まずね、やっぱりね、一番大きいことはインフレですね。現在インフレもめちゃめちゃ進行中ということで、もうインフレに勝つにはですね、もう投資しかないんですよね。投資しかないってこともないけど、ビジネスやられてる方とかは、それで頑張ればいいと思うんですけども、そうでもない皆様はですね、やっぱりね、現金はね、銀行に預けてるだけでもうね、目減りしていきますので、もうこれね、なんかするしかないんですよね。で、つまりお金、旅の資金はね、お金がいるよっていうことでね、もうこれはね、無関係ではないとか、切り離せませんね。で、特に最近はですね、もう円安で、為替の関係もありますんで、もう何としてでもですね、お金をね、なんていうのかな、寝かしたまんまにしておくわけにはもういかんぞということでございます。それで今ね、このようにお話ししてるわけなんですね。で、私はですね、20代から実は投資信託やっておりまして、いろいろね、失敗も重ねてまいりました。損失もね、山ほど出しておりますね。で、当時はですね、今みたいにこうネット環境もなくてですね、もう多分店舗に行ってやってたのかな、ちょっと記憶がもう曖昧なんですけれども、今みたいにね、そんなあんまりこう気楽にやれる感じじゃなかったのね。で、例えばなんですけども、リーマンショックの日、あの日はですね、私はね、マチュピチュにいたんです、ペルーですね。で、電車に乗ってて、マチュピチュに向かってたんですけども、アグアカリエンテスかな、あっちに行ってたんですけども、その時に隣の席がアメリカ人の方がね、座ってらして、その方がね、私に大変なことが起きたよって言ったんですよ。で、どんなことかと思ったんですけども、で、そうね、で、その時ね、その方はね、新聞を持ってたんですね、英字新聞ね。で、ほら見てみなよって渡されたんですけどもね、全然分かんなかったっていう、ちょっとことがあったんですけども、そうね、あの頃はね、まだそこまでね、ネットでなんか情報を取るみたいなことがね、そこまで浸透してなかったような気がするんです。なんでもうね、全然分かんないまんま、ふんふんって日本に帰ってきて、そこからね、どえらいことになっちゃったっていうことに、発展していくわけなんですけども、そういうね、ショッキングな事件もありまして、時は流れまして、今はですね、もう海外にいても、どっかね、道端にいてもですね、なんならね、取引できるんじゃないかぐらいの情報とか、ネット環境がもう整いましたので、もうこれはね、完全に投資日和ですね。もうやるしかないでしょう、今でしょうって感じですね。そしてですね、ここから、ちょっといよいよね、じゃあどうやってやるんだいってことなんですけども、やってる方はね、もうね、ご存知ってことなんで、でも知らない方は知らないよっていうことで、一応ゼロからこれから始めようっていう方ね、新ニーサで、今ですね、ものすごいいろんなものが出てますんで、そういうのね、詳しく見たらいいと思うんですけども、まず第一番にね、1、勉強するということがございますね。で、私もいろいろ本とかね、読みまして、ネットもね、見てまして、実はですね、旅以外でもう最も見てるやつって、もう音楽のチャンネルか、あと経済ニュースですね。もう経済第一、旅はね、経済とね、密接につながってますんで、経済とか、為替のニュースね、そういうのもありますけども、そういうのはね、結構見ておりますね。で、何をね、いつ買うかっていうのがもう一番重要になってきますんで、ここはね、ちゃんとね、勉強した方がいいと思う。勉強っていうほどのことでもないね。とにかくね、今すごいもうね、情報が溢れてるんで、
とりあえずなんかね、いろいろ本とかね、あのインターネットとかね見てみてください。そして何を買うか決める。で、まあ先ほどもねちらっと言いましたけどもね、何をいつ買うかでもほぼほぼね、スタートの時点でもうこれね、成功するか失敗するかはね、まあまあ決まっちゃうんで、ここは慎重に行った方がよろしいと思います。で、その2、ネットで口座を開設しようですね。こちらはほらみんなね、もう今はネット証券でね開設しましょうってことで、まあいろいろやってるんで、まあ皆さんご存知かと思うんですけども、店舗で開設しちゃうと、もう本当にこれはどえらいことになりますんで、ネットで開設する、これはすごいね大事なことになってまいりますね。で、まあ私はあの SBI 証券っていうのをやってるんですけども、楽天証券でもいいですね。まあこの2大巨頭でね、どっちか開けたったらいいと思います。そしてね、NISA の口座を開設するっていう、まあ手続きもございますね。そして3番目、こちらはですね、少額でいいから始める、そしてね余裕資金で始めるっていうことがまあ大事になりますね。で、最悪、まあそうね、最悪お金がまあ半分になっても、まあ下ろさないというか、まあ、解約しないでも生きていけるぐらいの、まあ、余裕の資金で、まあ、やっていくってことが大切になるかなと思います。間違っても、ね、全額ぶっ込まないように、ね、してくださいね。そして意外と重要、下がっても基本売らない。で、これね、なんていうのかな、まあ、損切りって、まあね、皆さんよくおっしゃるんですけれども、まあ、NISA に関してはね、損切りしちゃうと、これね、損益通算ができない。結局損をした時に、なんか他のね利益の出たものとね、なんか合算して利益ねなかったよっていうことにできないんですね。なので基本的に私はね、売らないっていう方向でいいんじゃないかなって思っています。で、これはですね、桐谷さん方式って、まあ私は思ってるんですけれども、桐谷さんもですね、すごい株が下がっても、株主優待ね、あれでまあ生きていらして、まあまあ元々の資金がねたくさんありますけども、にしてもね、やっぱり売らなかったので、で結局それは、まあ、その時はね、ちょっとまあお気の毒にみたいなみんな思ったかもしれないんだけど、その後ね、もう見事に株価回復しまして、結局ね、まあ3倍、多分3倍ぐらいには確実になってるんじゃない、下がってるとこからね。だからそういう風に考えると、やっぱりね、損切りしない方がいい、しない方がいいって変なんだけど、私はもうね、損切りとかねできないのよ。もう買い時も売り時も分かんないっていう、もうとにかく株に対してね、めちゃくちゃセンスがないって自分で思ってるので、基本的にもうね、買ったら売らないっていう風に考えております。で、そうね、まあ、コロナの時期もねありましたけども、まあ、とんでもなくね、まあ、私が持ってたやつもね、まあ、バカ下がりしたんですけども、まあ、結局それもね、まあ、どこで売っていいか分かんなくて、売らなかったんですけど、今ね、結局はね、回復してるんですね。まあ、この後また下がるかもしんないよ、しんないけども、まあね、もうあんまりわけ分かんないね、と思ってる方はですね、もう基本もうそこはもう見て見ぬふりっていうか、見て見ぬふりかね、うん、時々は見るんだけど、なんかね、下げた時にね、あたふたしてね、狼狽売りっていうんですけど、まあそういうのやんない方がいいのかなって思います。で、まあね、そして、まあ、具体的に何を買うかっていうことなんですけれども、まあ、私はちょっとね、個別株とかも本当はやっていたんですけど、本当にセンスがもう自分はないということがもう分かりましたので、もうインデックス投資にもう切り替えてしまいまして、まあ、一旦ね、まあ皆さん今ね大人気 の EMAX スリム、オールカントリーとかね、 S&P500 とか、まあ、この辺のもまあ買っておりますけれども、まあそうですね、まあ今のところまあ利益は出てるよね。だけど、まあ利益確定もちろんしてないわけだから、まあ、このあとね、これが例えばねゼロになったとしてもね、それはね私はしょうがないなっていうふうに思ってそこに置いておりますね。まあなんかいろんなことがあるなっていうこと、まああんまりそこは深く考えないで、まあとりあえず、まあ、淡々とやっていくってことですね。で、参考にしてるのはやっぱりほったらかし投資っていう山崎はじめさんが書かれてる本なんですけども、こちらを参考にしました。で、今山崎さんはですね、まあ、闘病中ということですね、最近ちょっと YouTube に出演していらしたのを見たんですけれども、その中でですね、まあ、新NISAでね、何を買うかね、考えるよりもね、もっとね、人生を楽しく生きてくださいってすごい言ってまして、まあ、そのようなことをおっしゃってまして、やっぱりね、その通りだなと思いました。やっぱね、人生はね、有限だからね、もう何を買うかとかさ、新NISAでどうするとかさ、あんまりそういうことをね、もう細々まで考えてる暇はないのよね。特に我々にはもうないんで、とにかくね、もうあんまり時間をかけずに、とにかくやってみる。まあ始めてみるってことですね。
それがね大事なんじゃないかなと思います。で、まあ、やる目的としてはやっぱりその人生を楽しむためにやるんで、その新NISAをやるために生きてるわけでもないので、まあ、私の場合は特に旅をするためにも旅の資金を稼ぐために新NISAということなんで、まあ、そういうはっきりした目的を持ってですね やるっていうことがまあ大事なんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、本日は旅と新NISAということで、新NISAをとにかく始めようっていうお話でございました。で、まあ、投資判断につきましては先ほどね冒頭にも言いましたけど、皆様で判断してくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。ではみんなでね頑張ってね、お金を貯めてお金を作って、まあ、旅に出かけましょう。それではまた、ありがとうございました。